今回は市民ランナーのランニングフォーム分析を行っていきます。特に今回はサブ3付近のレベルのランナーさんに注目して見ていきます。まず結論から言うと、サブ3を目指すには股関節の動きを身につける必要があるということです。そもそもサブ4までは反発と前傾を生むための足首の強さが必要だと別動画でも解説していますが、それはもちろん大前提です。むしろそのクオリティをもっと高くする必要もあります。ただね、そこにプラスで股関節を使ってお尻やもも裏のハムストリングスと言われる、いわゆるアクセル筋っていうね、スピードを出すための筋肉ですね。そういうところを使う必要が出てきます。それがどういうことなのか、動画でフォーム分析しながら見ていきましょう。これは板橋シティマラソンのサブ3集団ですね。この設置した瞬間を見ていきたいのですが、足が地面について少し足元から転がるように全身が前傾していきますね。その時に同時にこの股関節も一緒に曲がって骨盤から上半身まで前傾していきます。この前傾でお尻、ハムストリングスに伸びが入って、この伸長反射ですね。筋肉が伸びたら縮んでくれるという反射ですね。それで地面を蹴り出してくれるわけですね。ただ、この股関節の使い方も股関節を意識するわけではなくて、大事なのは設置した瞬間に足首、膝が潰れないように固定することですね。設置した瞬間を見ると足首も膝も角度が変わらないですね。サブ 3.5 の集団を見ても少し膝が曲がって、ちょっと膝のあたり潰れてしまってます。ただ、サブ3の場合は膝の潰れはほとんどなくなってきてますね。膝が曲がらずにこの角度を維持できるから股関節が自然に曲がるし、骨盤から上半身までも自然に前傾できています。では、この股関節の使い方をどうやってできるようにするかというところですね。もちろん走り込みはした方がいいんですけど、それだったらね、分析なんかする必要ないですからね。問題はどういう技術が必要かということですね。股関節を使うためには、まず股関節に体重を乗せる必要があります。ですけど、足首、膝が潰れてくると、その時点でね、膝や足首に体重が乗って、股関節にうまく体重が乗らなくなります。まずは、この足首、膝の潰れなくしたいです。そのための足首、膝を固定する技術ですが、これは筋トレでどうにかなるものでもなくて、体の使い方の問題になります。この固定する技術ね、一つじゃないんですけど、特に大事なのは設置ですね。わかりやすい例としてトップ選手の設置を見てもらいたいんですけど、足はね、外側の小指の方から設置していって、この時にすねの外側の腓骨という方に体重が乗っています。これがね、できないと、膝に関してもうまく固定できません。なので、この潰れを防ぐのも技術の問題が半分以上かなと思います。この潰れを防いだ上で股関節にも体重を乗せるわけですけど、骨盤から上半身を前傾させる必要もあります。骨盤から頭までの上半身をね、前傾させて、その上半身も設置した瞬間に固定したいんですね。それで股関節を支点に頭まで、テコの原理で股関節に体重が乗ってくるので、設置の衝撃に耐えられる体幹と股関節周りの筋力も必要ですね。ただね、その前に上半身を前傾させる感覚が大事なのでね、やっぱりその筋力以前にそれを活用するための技術が必要ですね。なのでやっぱり筋力を鍛えるよりも先にまずはね、感覚を磨くというかね、その技術を身につけないとね、うまく利用できないわけです。なので、股関節を使うといっても、股関節ばかり意識していればいいわけではなく、体幹も必要であれば、足首、膝の、潰れない技術とかも必要っていうことになってきますね。マラソンも走るだけなんですけどね、走り込むだけではね、伸び悩みやすいし、体の仕組みも複雑なのでね、使いたいところだけを意識してもうまくいかないんですね。本当に一筋縄ではいかないのでね、いろんな工夫が必要になってきます。こういうフォーム改善のレッスンに興味がある方はね、ホームページもご覧ください。遠方の方でもオンラインレッスンも行ってます。では以上です。ありがとうございました。